パンパスギツネは南米のパンパに生息する犬科の一種である。和名にキツネとあり、英語でもパンパスフォックスと呼ぶが、キツネ属ではない。アルゼンチン北部と中部、ウルグアイ、ボリビア東部、パラグアイ、ブラジル南部に生息している。パンパスギツネと赤ギツネの締烈。パンパスギツネの外見はクルペオギツネに類似し、大きさも近いが、相対的に鼻先がより広く、 頭と首の毛皮が赤く、尾甲部に黒い模様がある。ほぼ全身に短く高密度な毛が生え、背中から尾にかけて黒い島が走り、腹側は色が薄く白に近い。耳は幅広く相対的に大きな三角形で、外側は赤みがかるが内側は白い。足の内側は体の腹側と同じような薄い色だが、前肢の外側は赤っぽく、 胞子の外側は灰色。胞子の下部には明瞭な黒縁がある。成獣は体長51から80センチメートル、体重2.4から8キログラムで、オスはメスより体重にして10%ほど大きい。開けたパンパを好み、農地周辺にいることも多いが、低山帯や湿地、茶湖の森林にも見られる。標高1000メートル以下に最も多いが、最大で、 標高3500メートルのプーナ草原にも生息する。普段は単独生活をしているが、繁殖期には一夫一妻のペアで行動し、子を育てる。主に夜行性だが、昼間に活動することもある。ホラーな、軌道、ビスカッチャやアルマジロの巣穴など、利用可能な空洞なら何でも巣穴に使う。成獣は特定のためくそ場に排便することで、 縄張りのマーキングをし、ペアで子育てをしている間でも狩りは単独で行う。行動圏の大きさには、ばらつきが大きいが、平均で約2.6平方キロメートル。犬科で最も雑食性が強く、日和み的に幅広い餌を食べる。主に蝶類、月脂類、ノうさぎ、果実、不肉、昆虫を餌とするが、トカゲ、アルマジロ、カタツムリなどの無脊椎動物。 羊、地上炎創生長類の卵も食べる。一方で、ピューマや犬に捕食される。年に一度、早春に発情期を迎え、交尾する。妊娠期間は55から60日で、最大8頭の子を産む。子は9月から12月に生まれ、約2ヶ月で血離れする。メスは1年目には成熟する。飼育下では、最大14年まで生きる。ありがとうございます。